ノガイオルダノガイオルダは、15世紀から16世紀にかけて、存続したジョチウルスの継承政権の一つ。カフカス北部からカスピ海北岸を中心として、キプチャク草原の一角を支配した。ジョチウルス東部の有力者であったマンギと、マングイト部のエディゲトヌラディン、ヌールデティーインの不死が、実質上の建国者である。ノガイの名は多少であって、 彼ら自身は支配者の部族名を取って、万義トと称した。野外の名の由来は確実ではないが、普通には13世紀後半に、ジョチウルスウヨク、西部の有力者で、ア・ジョチの彦の前に関係していると見られている。野外オルダは、エディゲの家系を名手とする部族の連合体であり、エディゲの出身部族である、万義と部の他に、コンギラとクングラタなど諸部族が加わっていた。 創始者のエディゲは、チンギス・ハーンの男系子孫ではなく、そのため当時の監修によって、ハーンに即位することはなかった。16世紀の前半頃まで、エディゲとその子孫たちは、女子の13男とかテムルの後営をハンに衰退しており、自身は、ベグ、ビーあるいはアミール、エミールの称号しか名乗らなかったが、彼らは、ノガイオルダの事実上の君主として支配した。また、 多くの遊牧政権がそうであるように、次第に創始者エディゲの子孫が枝分かれして、小集団の支配者になっていったが、彼らはアミールの子を意味するミルザ、ムルザという称号を名乗った。ノガイ・オルダは十四世紀末から十五世紀の初頭頃にエディゲによって形成された。エディゲは中央アジアの支配者、ティムールの支援を受けたジョチウルスの王族と敵対し、 トクタミシとティムールが対立するとティムールと協力、トクタミシを破って勢力を拡大した。1398年には、トクタミシとは別系統の王族、ティムールクトルクを藩に擁立し、彼からジョチウルスのアミールたちの長に任命された。エディゲの勢力圏は、ボルガ川とウラル川の間のカスピ海北岸にあった。エデゲが1419年に殺害された後は、 後を継いだヌラギンの下で、ノガイオルダの勢力は、ウラル川やボルガ川を越えて、東はアラル海北岸から、西はアゾフ海東岸にも及んだ。15世紀の中頃以降、ノガイオルダの支援するティムールクトルクの後衛は、ボルガ川下流域にアストラハンハン国を起こしてを、ノガイオルダの勢力がこの地域で安定していたことが、わかる。ノガイオルダは、ヌラリンの孫、ムサ、 ムーサーの支配していた15世紀の後半頃には、最盛期を迎えた。またこの頃、ノガイオルダに属する遊牧諸部族は、ノガイと称されるようになり、タタール、ウズベク、カザフなどと呼ばれるようになった周辺の別の政権に、属する、ジョチウルス公営の人々とは区別されるようになった。しかし同じ頃には、ノガイオルダの権力分立も進み、16世紀中頃には、大ノガイ、 蝶の外などいくつかの勢力に分裂した。この頃、野外の周辺では、クリミア半島を中心に、国会北岸を支配する、クミア半国とその後ろ盾である、オスマン帝国、ボルガガー上流から南下を図るモスクワ大公国、ロシアの二大勢力があり、野外のミルザたちは、クリミアとモスクワのいずれと結ぶかの選択迫られていた。親モスクワ派であるムサノコ、 イスマイル、イスマーイールの子孫が率いてボルガ川の西側を支配した勢力は、大野外、親クリミア派であるイスマイルの兄ユスフ、ユースフの孫が率いて、アゾフ海の北岸を支配した勢力は、小野外となり、野外の王家もここに分裂したのである。またこの時期、1556年に、ユスフが戦没した頃から、野外オレダは、部族組織の解体が進み、 多くの野外人がロシアやクリミア半国領へと移住したり中央アジアに散ってカザフ人やカラカルパク人に加わっていった16世紀にロシアの保護下に入った野外人はロシアの戦役に積極的に協力しロシア西部国境における国境警備隊の重速源となった1563年1月にはそれまでロシア人との外人の協力が クリミア半国などタタールとの戦いに限られていた原則が崩され、ロシア軍に大量編入された野外人騎兵隊がボロック遠征に投入されたリボニア戦争。これ以降、ロシアにおける野外はタタールと共にロシアへの同化の道を歩んでいる。南の草原に残った野外も徐々に弱体化していく運命をたどる。小野外は一貫してクリミア半国と 密接な関係を結び続け、次第に、クリミアタタール人に同化していった。拡大を続けるロシアの後ろ盾を得ていた大の害も、ビーリが複数乱立するようになって分裂が進み、内部構想が繰り返された。17世紀前半には、チベット仏教徒の遊牧民、オイラトノトルグート部、カムリクが、ヤイク側、ゲムウラル側を渡って、大の害の勢力圏に現れ、 野外の人々を追って、野外オルダの古地を占拠した。この事件によって、野外の解体はますます進み、1642年、故郷を失った大野外はロシアに侵入、野外オルダは、最終的に解体した。野外オルダの解体後も、クリミア半国支配下の国会、アゾフ海北岸には、クバン、野外、ジェディシクル、野外、ブジャク、野外、ジャンボイルクノ外、 ジェドさんの害などの諸集団があり、クバン側からドニエストル川に至る諸地域に拡散していた。彼らはロシアやポーランドへの襲撃を繰り返す有望な集団であったが、17世紀後半にはロシアの南部防衛体制確立によって力を失った。そして18世紀後半のクリミア半国滅亡によってその土地はロシア人やウクライナ人の入植者に奪われ、クリミアや ドブロジャ、アナトリアなどに移住していったため、19世紀の後半にはほとんど姿を消している。現在、ノガイの名を残している集団は、北カフカスのダゲスタンに居住する、ノガイ人のみである。ノガイオルダの遊牧民たちは、他のジョチウルスの遊牧民と同じく、イスラム教を信仰していた。エディゲの公営たちはそのイスラム信仰を、シンギス・ハーンの血を引かない。 マンギ飛ぶの家系へ結びつけ、エディゲをアブーバクルの二十代目の子孫とする系譜すら作り出している。クリミア半国やカザフ半国のような周辺の諸政権と異なり、現在では直系の後営がほとんど残っていないのがヨルダであるが、彼らの伝えていたと思われるノガヨルダの歴史伝は、英雄女子史の形で離散したノガイ人たちが同化した中央ユーラシア各地のトゥルク、 軽所民族の間で語り継がれ、野外体系と呼ばれる女子史群として残されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。